今回はリクエストでいただいた韓国風ドラマについてご紹介していきたいと思うんですけれども、今まあやっぱりこの時期特に春になってくると韓国ドラマ風のね、なんかこうソフトな感じの柔らかい色味で色を作っていきたいっていう人も多いんじゃないでしょうか。そんな感じで今回は韓国ドラマ風グレーディングの方法についてご紹介するもので、よかったら最後までご覧ください。ちょっと噛んだ。どうもミリオネアのウェディです。ウェディに変えました。今回は今までハリウッド映画とかいろいろやってきたんですけど、今回 S ログを韓国ドラマ風にカラーグレーディングする方法を持ってきました。やっぱりこのグレーディングは、まあ、ある種ハリウッドのカラーグレーディングとかより人気なんじゃないかなとも思うし、今まで僕がカラーグレーディングの中で出してきたハリウッド風カラーグレーディング系とはテイストが違うグレーディングになるので、特にこっからね、冒頭でもお伝えしたように春がやってきましたので、そろそろ柔らかい色味でふわっとした映像を作りたいという方も多いんじゃないでしょうか。というわけで今回カラーグレーディング韓国ドラマ風を持ってきました。なのでね、今回それについてしっかり解説していくんですけれども、僕が韓国風ルック、結構ね韓国ドラマやら何やらをいろいろ見ながらねちょっと勉強したのもあるんですけれども、今回僕の中で結構気づいた共通点というか、全体的にね優しくて柔らかいイメージが韓国ドラマでは多いなっていうのを思いました。でね、サイドに関しては結構しっかりめに乗ってるというか、青ピンクみたいな、そのすごい色がねくっきりくっきり、でもそこにこうグローであったりとか、まあ、ミストフィルター系の柔らかい感じがちゃんと担保されてるみたいなイメージもあったし、今言ったようにミストフィルター系がやっぱりもともと使われてるかなっていう印象があるので、今回は実際にミストフィルターを使った素材でやっていくんですけれども、まあもしこのグレーディングの中でもいやミストフィルター持ってねえなっていう方は、グローでもね近い効果を出すための方法もねこのグレーディングの中でお伝えするので、よかったら最後までご覧ください。結構面白いんじゃないかなと思います。はい、今回もこんな感じでね素材を開きましたけれども、今回もねこちら右下からねカラーマネジメントの方行っていただいて、今回タイムラインカラースペースレック709A ですね。これは僕のチュートリアルでもよく話しているんですけれども、書き出した時に iPhone とかで見た時になるだけ色が変わらないようにする設定でございますので、もしこの設定してないとか書き出した後に色変わるの嫌やなって思う方はこれ試してみてください。はい、で続きましてね、ここからねまあノード1個ずつ見ていきましょう。シリアルノードをまずこういう風に4つ作っていただいて、オプション P ですね、でパラレルノード1個作っといてください。であとシリアルノードを1個ぐらい追加で、今日はちょっと簡単めにトータル7ぐらいのノードでいいかなと思います。でノードに対してちょっと名前をつけていきましょう。今回まず1のノード、こちらノードラベルの方ですね、明るさとかちょっとプライマリー系なのでエクスポーズの EXP で名前入れときましょう。で2のノードですね、2のノードにサイドですね、サチュレーション、この辺結構ポイントでございます。で続きましてノードラベルですね、こちらホワイトバランスですね、 WB で入れておきます。はい、でこのパラレルノードの部分ですね、4の方でルックにしましょう。はい、で5のノードでアジャストですね、ちょっとまあ調整し直しっていう感じ。まあ最後こちらですね、7のノードでグロー、今回は割とシンプルな構成でいきましょう。でまず1のこちらプライマリーですね、まあ今も S ログ3ですね、ソニー α7S3 422-10bit かつ2種のブラックミスト4分の1をつけてるやつになるんですけれども、まずはプライマリーを戻していきます。今回はカラースペース変換とか使わず、ラットも使わずに、なるだけナチュラルに韓国ドラマ風ルックを再現していきますので、まずリフトからなんですけれども、これまあ後で調整するのもするんですが、これねちょっとリフトをこのゼロに絶妙に使うぐらいにしてあげてください。で原因をちょっと上の方に、これもね896ちょい上に当たるぐらいでいいと思います。あんまりねピタッとつけすぎるとちょっとねハイライト部分が飛ぶ可能性もあるので、そこだけちょっと皆さん気をつけながらご自身の素材と照らし合わせてやってみてください。でガンマなんですけれども、結構ここのガンマ個人的にポイントかなと思ってまして、ガンマはねしっかりふわっとさせるために
上げてあげてください。この素材やったら7ぐらいまでこんな感じで上げてもらってもいいかなと思います。コントラストは戻ってきたけど全体的にふわっとしてるカラーコレクション的な感じ、カラーコレクションまではいかへんけど、まあプライマリーの調整にはなったかなと思います。で2番の濃度、こちらサチュレーションサイドの方ですね。こちらサイド行ってもらって、こちらですね RGB ミキサーで赤の出力、緑の出力、青の出力のそれぞれ出っ張ってるところですね。赤の部分、緑の出力やったら緑、青の出力やったら青、これ全部上げてあげてください。するとこんな感じで色が戻ってきましたね。まあかなり一般的な、まあ、戻し方ではあるんですけれども、で続きましてですね、ここ結構ポイント、ホワイトバランスっていうところですね。割とねニュートラルな印象があるんですね。なのでここでちょっと今被写体のスキントーンの部分が少しだけふわっとしすぎてる感があるので、ティントをね 6.50 ぐらい、うん、ちょっとねこの分かりますか、この微妙な感じやけど 6.50 ぐらいにして、今この素材やったら被写体の方のスキントーンがしっかり浮かび上がってくるぐらいにするといいかなと思います。で4のパラレルノードのルックに行ってもらって、こちらですねプライマリーホイールの方で大丈夫なんですけれども、リフトをねちょっとだけ、ほんまにこれ気持ち、緑に持っていきましょう。ほんまにこれぐらいでいいです。でそれを打ち消すかのようにガンマをオレンジにちょっとこんな感じで持っていきます。うん、こんな感じかな、どうやろう。うん、あーいいですね、かなりいい感じになったんじゃないでしょうか。で今回はこのままでいいんですけれども、次ログホイールにこの濃度のまま行ってもらって、シャドウをね次こちらをねちょっと青寄りに持っていきます。うん、ちょっと持っていきすぎると顔色が悪くなってきてしまうので、そこに行かない程度ですね、こんな感じかな。でミッドトーンの方をまたグリーン寄りにちょっと持っていきましょう。するとなんとなく色味が、もうほんとねこの辺はねビビたる部分になるし、ドラムによって全然微妙に色の作り方変わるんですけれども、まあベーシックな部分はこの辺かなっていう印象があります。で次が結構ポイントで、カーブの部分ですね。カーブのねこの四角のブロック分けされてると思うんですけれども、こちらのね真ん中、ど真ん中のね右上と左下ちょんちょんと点打ってあげて、ハイライトをちょっとこうこうやって持ち上げてあげる感じ、ちょっとだけもう気持ち下がってるぐらいの感じで、この左下に点打った方を下げてあげる。でそれに合わせてハイライトちょっとだけねコントラストここでキープする感じですかね。これでね結構さっきと違って全体的にルックが分かりますか、結構綺麗に持ってこられたの分かりますか。ルックがここのねルックの部分がポイントで、まあ、物によって例えば青とかピンクとかそういう特に色がスパンと出てるものやったら、例えばこれ この日ね結構どん天やったんですけど、そんな晴れてなかったんですけど、あの例えばここが真っ青な青とかやったら、ここをこの空の部分マスクで抜いてあげて、このアジャストの下に実はもう一個パラレルノードで、ここにノードラベルで例えば今回は使わないですけどスカイっていう風に入れてあげて、パラレルノードでこの空の部分を抜いてあげて青により持っていく、ちょっと水色がしっかり出てるような青に持っていくっていうのも一つ韓国ドラマ風としてはいいやり方かなと個人的に思います。今回の素材ではちょっとそこはカットしていきます。でこのアジャストの部分ですね、ずっと言ってるように全体的に色がパキーンと出てきてる感覚になるので、こちらプライマリーホイールに戻っていただいて、このサイドを上げるっていうのもいいんですけど、このサイドを上げると全体的に色がカーンと出すぎるんで、でもそうするとふわっとした印象じゃなくなるから、このカラーブーストっていうところですね、このカラーブーストをだいたいね16ぐらいまで持っていきましょうか。16ぐらい、うん、これちょっとスキントーンがかなりしっかり出てきた感じ分かりますか。はい、この感じに戻してあげましょう。でするとちょっとね今この肌の色が浮きすぎだなと思うので、これをちょっと訂正したいなって感じですね。なのでこのカーブカスタムのこちらですね、色相 VS 色相のところで全部点打ってあげましょう。でねこの黄色の部分をこれねガンって黄色上げちゃうとこんな感じで赤くなっちゃうんで、ちょっとだけスキントーンが崩れない程度に、でこの赤いじるとねスキントーンバグってくるんで、ちょっとだけ黄色気持ち下げてあげて、うん、この青の部分ですね、
この青の部分ここでね上げてあげると、空ちょっと見てください。空の部分が結構色変わってるの分かりますか。こんな感じで、さっき言ったようにあのマスクで抜くっていうのもいいんですけど、まあそこまでちょっと時間かけれねえやっていう方とかは、こういう風に上げてあげて空の色っぽく出していってあげるのはいいかもしれないですね。ただ注意としては、これ上げすぎるとこの右下の川のこの水の部分ですね、ここがねちょっとね変な色になるんで、ちょっとここだけ気をつけながら、この空がいい感じになりつつ、この川の部分がちょっと不自然な青にならない程度に調整してあげるといいかなと思います。はい、で次がこのポイントになってきますね。このままこのアジャストのノードでやっちゃうんですけれども、こちらプライマリーのままでいいんですけど、このミッドトーンですね、前も別の動画で紹介したんですけど、ミッドトーンをねこう上げてあげるとね、結構パキッとした印象になってくるんですよ、映像ってこういう風に。なので今回はこのミッドトーンを下げてあげることによって、より韓国ドラマ風のふわっとしたものにしていきたいなと思います。ちょっと大胆にね、僕がやった感じ、これ30、いやーまあちょっとミストフィルターかけてるんで29、30いかないぐらいにしましょうか。これぐらい、うん、いいじゃないですか。これぐらいにしてあげましょう。すると 25.50 ですね、今。それぐらいにしてあげると、今かなりわかりますか？全体的にサイドがしっかり出てきてる。けれども、その出すぎて、ちょっと嫌な感じではなくて、ちゃんと青とかピンクみたいなのが程よく出てきてる印象になりましたね。ここがとっても大事でございます。はい、というわけでこのね、要はアジャストでいろいろ調整していくけども、全体的にこのアジャストでおかしくなったなっていう部分の色味とかがあれば、このルックに再度戻ってあげて調整するっていうやり方もいいかもしれないですね。で今回実はもうミストフィルターつけて撮影してるんで、本来は僕別にグローつけないんですが、まあミストフィルター持ってない方はグローつけていただきたいので、今回あえてこのグローの工程もやっていきます。グローですね、グローをエフェクト引っ張ってあげるとこんな感じでソロがピカちゃんとハイライト光るので、こちら合成の種類をまあソフトライトでいいと思います。で明るさの色域もうバーンと左に振ってあげて、全体のブレンドはお好みで調整してもらえるといいかなと思います。今回はもうねミストフィルター使っちゃってるんで、ほとんどかけない方向で僕は行くんですけれども、ミストフィルターかかってなかったら、まあもうちょっとガッてかけてあげてふわっとさせてあげる印象でもいいかなと思います。はい、結構簡単な手順でしたが、こんな感じですね。一回再生してみましょう。はい、あーいいっすね。すごいこう淡くてこう、うわ韓国ドラマっぽいな、ほんまに。昨日僕が試したよりうまくいった。はい、僕実は毎回一応これチュートリアル出す前に自分でも説明用に自分が習ってる感覚でやるんですけど、昨日よりもうまくいきました。はい、というわけでね、今回韓国ドラマ風のを簡単に紹介してみましたが、いかがでしたでしょう。というわけで画面戻っていきましょう。はい、というわけで今回韓国ドラマ風のやってみたんですけど、結構うまくいきましたね。結構韓国ドラマ風のルックは、さっきも最初にお伝えしたように、やっぱりハリウッド風のルックとかとはまた違う、ある種僕の中で結構逆にいってるなっていう印象があるので、ある種この2極端のグレーディングどっちもできるとすごいいいかなと思うし、あとは単純に結構やっぱ女性の被写体の方とか撮る方はこのルックは結構喜ばれると思います。やっぱりパキってしてるの好きな人もいるのはいるんですけど、女性ってやっぱりねこうふわっとしたなんかドリーミールックっていうんですか、こういうのが好きな方が多いので、ぜひ今日のチュートリアルの中身をね参照してもらって、それでぜひ春の撮影とかも楽しんでいただけたらいいかなと思います。というわけでミリオネアンで映像制作とか音楽制作に特化したことを日々 YouTube に上げているんですけども、目指せ1万人ということで、ただいま大変頑張っております。で実は1万人行くまでちょっともっともっと YouTube 頑張っていこうっていうことで今試行錯誤してるので、もしよかったらこの動画よかったらコメント高評価チャンネル登録何卒よろしくお願いします。というわけでまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。実はですね、その YouTube を1万人行くために頑張ろうということで、グレーディングのもね、もっといろいろ皆さんにお役立てできたらいいなということで、まあ、1万人行くまでは少なからず毎日何かしら YouTube に関わっていようということで、でも毎日投稿も、まあやってる人はいるっちゃいるけど、僕の結構この喋りとかを聞きたいって言ってくれてる方もいるから、YouTube ライブと、
動画投稿合わせて週7で投稿系をやっていきたいなと実は今考えてます。まあ結構ね負担のかかるものではあるけれども、やっぱりもっともっと映像クリエイターとしてまだまだ皆さんに知っていただきたい所存でございますので、ぜひぜひ YouTube ライブもね本数増やしていこうと思ってますので、ぜひ何卒遊びに来てください。今回はこんな感じにしておきます。